竹井テリコ天チャンネル見ていただいている方どうもありがとうございます。さあ、まだ、実家徳島にいます。まあ、あの母の施設に入る手続きとか、まあね、僕がそこで働く、まあ面接とか終わりまして、まあ3日目なんですけど、まあね、この家もまあ本当に母がね、まあ施設に入ればいてるものがいないから、もう処分するんですよ。まあそう考えたら、まあ自分のこう不甲斐なさみたいなのを切実にこう感じたりする。家建ててるわけでもなくし、まあ本当にね、家庭を作ってね、なんか母を安心させることもできてないし、でまあ今、まだやってる芸人を続けながらアルバイトを一旦休職してこっちに来て、まあ、アルバイトをやってるっていうのが現実ですよ。まあ全てにね、いろんなことにね、悔しさだけしか出てこないですね。でも、なんかこう一つはこうね、この芸人やって一旦ね、東京から田舎に来て母と一緒に、母が生活する施設で僕もアルバイトしてって言ったら、なんかちょっとこういい話というか、なんかそんな風に、あ、人なんやろなみたいな、そんな風な感じには聞こえますけど、現実なんかこう、情けないというか、じゃあほら何をしたら正解なんかなって思ったら、自分の中でバブれて金があって家建てて、でそんな施設入らんでも四六時中、まあどういうんですかね、お手伝いさんみたいなんとか、なんかで逆に言うたらね、東京でね母を呼んでみたいなことに、それが正解なんかもうね、何が正解や分かれへん、今自分がやってることが果たして母にとって幸せなことなんか、俺にとって幸せなことなんか、これで正しいのか、もうできることを精一杯やってることだけに、なんかもう、なんかもう道歩く自体がもうすっごくなんかもう虚しくて、この田舎のね、なんか存在の意味すらもないし、なんか世の中はこう流れていってる、ね、ほんでこう、なんかのこう、まあ、介護のことであったりとか福祉のことであったりとか、いや、なんかいろんなことを回してるのは本当にね、20代とか30代とか、その僕らはどっちかだ、もうそこに、お世話になる側の主体がもう全然世代が違うっていう田舎に帰ってきて、でまあこの YouTube でまあね、相変わらずアンチとかが、書いてくるやつとかの、なんかちょっともうこれに関してはやめてくれって。何か、なんか悔しい
なんかこう、俺って普通なんやなって思う瞬間があるんですよ。普通以下なんかもわからんなみたいな。何にも残せてないし、何の力もつけてないし。でも母は母を生き切ってるというか、自分の人生にすごく逃げずにこう、なんか俺こう自分でこう逃げてんのかな、じゃあ何に逃げんのみたいな。例えば、知らんわそんな親のことなんかって、こういう YouTube で世間に言わずに、知らんわ俺はもう芸人それでって言って、そこだけを突っ走るやつにもなりきられん。なんか、はい、まあそんなこと言わんと、まあ前向きに、もの考えていきましょう。さあちょっとね、今からね墓参りをしに行こうかなと思っております。ちょっと天気がね危うい感じでございます。雨降る前に墓参り行きましょう。行き過ぎた。墓の場所間違えました。行き過ぎました。こちらでございます。よいしょ。到着。よいしょ。まあ、ここに、うちの親父、そんで兄貴、それからおばあちゃん、おじいちゃん、そして、まあね、4歳で、命を奪われた次郎兄ちゃんがここに眠ってます。親父がね、この高台が好きでね、それで、ここの場所がいいと。まあ、ここはですね、無縁仏といってね、まあ、身内のない人が入るお墓なんですけど、もう母はいつも、
まあ家の墓参りした後最後にここをこう参り綺麗にしてね。まあそれを僕はもうガキの頃から見てて、そらもう高校時代リーゼントしてもうバリバリに突っ張ってて、もうおかんが墓参り行くぞ言うて墓参りに連れて行かれて、なんか突っ張ってるんやけど、その墓参りだけはせなあかんみたいな、なんかそういうね、それがごく自然やった。ほんで母がいつも墓をこう掃除してる後ろ姿をいつも見てました。でまあおかんが、まあ、ずっとね墓参りしてるっていうのは、そら先祖を敬うっていうのもあるんだろうけど、まあねえ、まあ何回か皆さんにもお伝えしましたけどね、4歳で命を奪われた、俺のお兄ちゃん、次郎兄ちゃんがね、奪われた母親って、もう俺は精神的にも普通は破綻してると思うんですよ。うん、ある意味そういう部分ではもう誰もこう助けようのない心っていうのを自分の中でこう墓を参るとか、こういう無縁様を綺麗にして、いろんな霊のを葬ってあげるとかいう部分の中で、俺はね、母はやっぱりすごいなと思うし、そんでそれに対して僕自身こうマザコンでもなんでもないですよ、なんかそんな風に取られるけど、僕はね、母としてじゃなしに、こう人間として人としてそうあるべきことが当たり前のように母は俺らに見せたような気がする。人として4歳の子供が殺されちゃって命を奪われて、親としてじゃなしに人として、許されることでもないし、それをこうね、まあ4歳人として4歳の子供が命を奪われることに対して、不憫だし、それをちゃんと敬ったらなあかん。で、身内のない人たちの霊とかで、人として母はずっとやってきたことに、俺も母をこう人として見て、人としてせないかんこと、したらあかんことみたいなところを、なんか俺はまっすぐにこう見てきたような気がするの。だから母が母だからうちの母はすごいとかそういうことではなく、なんかなんかそういう人としてっていうところにすごく僕はね学んだような気がします。だからこうやって母に対して今ね、施設に入って、まあ、雇ってくれるかどうかわからないですけど、そこで3ヶ月間働くとか、僕の精一杯のもう息子だからとか、なんかタレントだからとかじゃなしに、人として精一杯今できることを、普通人やったらこうするやろっていう、その上で親子やったらこうするやろっていう、俺の中で精一杯のことをやってるような気がします。それで母はそれで十分やでと、人としてやってることをお前はそうやってるんやっていうことに対して、なんか僕はそれでいいん違うかなと、なんとなくこうね、お墓の前で墓をこう掃除したりしてるとき、その母の後ろ姿が、こう高校時代のときとか、そんなのが浮かんできて、母はずっと人として、母として、生きるべき道をまっすぐに生きてきた人なんやろなと。俺も人として、芸人として、母の子供として、父の子供として、兄姉の弟として、竹井家の、家族として人として生きていこうと思ってます。もう自分がすごくちっぽけなんか分かりますよ。何が人として何にもできてない。俺は大きなこと考えて、売れて大きな墓も家も建てて、空も大手振ってみたいなことを、絶対そうなったら全てが手に入ると思って、それをまっすぐにやってきたけど、でも
うん、それはそれで絶対に諦めません。でも人としてちゃんとやっていくことって何かなって思った時に、金がないなりに、条件が難しいなりに、やることは人としてやるっていうことに、僕はちゃんと思えれる気持ちを持てるっていうのは、母の子供であってよかったなと思います。白髪交じりの57歳ですけど、まあ、いつまででも僕は母の息子です。